こんにちは、金黒です。 Apple Watch シリーズ5用にケースとバンドが一体化されたスピゲンのラギットアーマープロっていう商品を買ってみました。金黒レビューチャンネル。今まで Apple Watch は初代が出てからしばらく経って、最初試しに中古で買ってみたら、使ってみたらこれいいな、私に合ってると思って、その後 Apple Watch シリーズ2、3と買って、4はスルーして最近5を購入しました。このアプローチシリーズ5で4つ目なんですけど、今まで特に保護フィルムとか、ここ本体を守るようなカバー、こういうものは特につけてなかったんですけど、最近トレッキングをするようになって、山に行った時に岩場で行って万が一転倒した時、多分思いっきり傷つけることもあるかなと思って、ちょっと今回は G-SHOCK 風のデザインのケースとバンドが一体化された、こちらはスピゲンが出しているラキッドアーマープロという商品を買ってみました。このケース、一番最初届いてパッと見た時にえっと思ったのがこちら。よく見ると Apple Watch シリーズ4って書いてるんですね。 Amazon で購入した時は5、4っていうふうに書いてたんですけど、届いた商品は4しか書いてないので、多分使えるとは思うんですけど、念のために開けて確かめてみたいと思います。金黒レビューチャンネル。まず箱なんですけど、外観の感じだったり取り付け方法が書いています。やっぱり一番気になるのは Apple Watch シリーズ4って書いてあって5が書いてないところがちょっと心配なんですけど、まあ、私が持ってる 44mm には間違いなさそうです。5でも使えるとは思うんですが、念のため開けて確かめてみましょう。取り出してみます。こんな感じ、出てきました。バンドの感じとしては確かに G-SHOCK より少し硬いかなっていう感じでしょうか。まあ特に問題ないとは思いますけど、思ったより柔らかいっていう感じはないですね、この中にアプローチシリーズ5入れるんだと思います。今つけてるの外してつけてみましょう。そして中に入れる感じですね。デジタルクラウンがここに出てくるんだと思うんですけど、入れてみてピタッとする感じ、外観の銀色ほとんど見えなくなりました。どちらかといえばもう黒いアプローチに変わった感じですね。腕につけてみましょう。特に問題ないと思います。この感じだといろんな方の腕のサイズに合うようにできているとは思います。そしてウォッチフェイスですけど、今アナログのものを使ってるんですが、これデジタルに変えると一気に感じが変わってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと変えてみましょう。デジタルなウォッチフェイスにすると一気にスポーツ感が増します。つけ心地としては少し硬いかなと最初触った時思ったんですけど、つけた感じ全く問題ないと思います。あとボタン類ですが、デジタルクラウンちょっと奥まった感じで、回しにくいっていうところは多少あるかもしれませんが、押す分には特に問題なさそうです。カラーバリエーションは私は無難なブラックを買ったんですけど、他にもミリタリー調のグリーンも用意されています。これは好みでいいんだと思いますけど、ブラックの方だと、普段仕事で使っても特に問題ないかなと思ってブラックにしました。今までアップル純正のバンドも
3、4本ぐらい買ったことあるんですけど、サードパーティー製のものも何本か、こちらも3、4本ぐらい買ったことあると思います。サードパーティー製の良さは何といっても値段が安いっていうところが一番いいところだと思うんですけど、今回買った商品も3000円しなかったと思います。バンドは何本か買ったんですけど、ケースとバンドが一体化されたものは今回初めてで、特に安心感もあっていい商品じゃないかなというふうには感じました。しばらくこれで使っていこうと思います。今回は Apple Watch シリーズ5用にスピゲンのラキッドアーマープロというケースとバンドが一体化された商品をご紹介しました。また Apple 製品でお役に立つような情報をどんどん配信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。